第11次イゾンゾの戦いとは、第1次世界大戦中のイタリア戦線で、イタリアとオーストリアの間で発生した戦い。10度目の攻勢から数ヶ月後、ルイージ・カドルナ参謀総長は戦争決着を望んで、イゾンゾ戦線最大の攻勢計画を発動した。戦いにはこれは、全軍の70%に相当する不評600、大体と5200門もの大戦力が投入され、 トルミーの占領を最終目標としていた。アドリア海沿岸部を進むイタリア陸軍の大軍は、イソンゾ川で、いくつかの都下作戦に成功して新たな共闘法を築いた。都下の一方で、オーストリア・ハンガリーの防衛戦に向けた構成も繰り広げられ、オーストリア本土の入り口に位置するバインジッツァ高原の要塞戦に猛攻が加えられた。オーストリア・ハンガリー軍は、 懸命に防衛したものの最終的にルイジ・カペロ将軍の意、第二軍が守備軍を撃破、オーストリア・ハンガリー軍のスベトザル・ボロイエビッチ元帥は防衛戦を放棄して退却した。最後の拠点であるガブリエル山の占領はならなかったが、アオスタコを率いる第三軍はそれ以外の周辺地域の獲得に成功している。戦いで、 オーストリア・ハンガリー軍は14万名の死傷者を出し、2万名が降伏した。もはや、オーストリア・ハンガリー軍は、戦線崩壊の瀬戸際に追い込まれており、再度の大攻勢に耐えられる状態にはなかった。しかし対するイタリア側の損害も、決して少なくはなく、すぐに次の攻撃には移れなかった。また攻撃後の編成では、第三軍は二つの軍団に分けて、 占領地に配置されていたが、これは戦線に致命的な弱点を残してしまっていた。オーストリア・ハンガリー軍の危機にドイツ軍は第10日攻勢でついに参戦し、この弱点を利用した新戦術によって戦況を大きく覆すことに成功する。ありがとうございます。